76歳で国会議員になったらね、はい、老害だとか言われたんだよ圧倒的な権威であるっていうことは、もう否めない事実としてあるんですよね、過去の経験が多い方が正しい答えを出せるとは限らない,い社会になってきてると思うんですよ、ね、うん、猪瀬さんって、若い人の話を聞くイメージがあんまないっていうのは事実ですよね、自分の気分は30歳ぐらいなんだよ30歳、うん、他人から見た時のこの存在感としては、やっぱ圧倒的なおじさんなんですよね。うん、じゃあどうしたらいいああ あのねはい「老害」っていう言い方あるでしょ老害はい僕ね76歳で、はい 国会議員になったらね、はい、老害だとか言われたんだよ、ね、はい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 まあそれも含めて、はい、<laughs> ね誤解されるんだよね <laughs> 老害って言われたんですかそういうのはね<ー>ネットにさなるほどネット見るんですねでで見るよだって僕ツイッターとか100万人ぐらいフォロワーいるからさ、うん、はい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 フェイスブックとかはい インスタはちょっとしかやってないけどインスタもやってるけど老害とかって言ってそもそもなるほど大体、僕は変なこといろんなこと関わってきてるから普通じゃないようなこと誤解されるわけで権力志向だとかね誤解されるからそういう猪瀬直樹のブランディングとは何ぞやとなるほどそうういことを考え老害と呼ばれてしまった猪瀬直樹のブランドを作り直すっていう。 みんな年取っていくわけよね。はい、そうするとお前年取ったら老害かとうん、うん、違うだろうと年、うん、取ったら年取ったなりに違うことができるでしょうということだよねそれを知恵,知恵をどうやって使うかということにもなるけどね。な、うん、なるるほほどど 実際、こう、で、僕から見ても、猪野さんって、七十六に見えないですよ。めちゃくちゃ若く見えるし、五十後半から六十くらいの、まあ、今も、こう。とめどなく、こう、喋り続ける体力とか、やっぱ、すごいなと思うんですけど。なんで老害って言われたんですか。いや、わかんない。だから、それ、杓子定規ってやつでしょ要するに、何歳だったら、どうだと、だから、それがおかしいんだよね。あのー。 つまり60歳だったら定年とか、うん、65歳だったらまあちょっと伸びて定年とかねその後はじゃあシルバー人材センターか年金かとかってそうやって固定観念でふけするのがおかしいんだもこう「老害」って言われるとまああれですけどいわゆるこう人生100年時代って言われてる中で、うんうん、そのそもそも老人の定義も変わりますよね。いや要はその例えば 昔だったら50、60っていうのはもうそのリタイアしてもおかしくない年齢だったけどいま、うん、だに50、60で全然活躍する人もいるしプロレスラーで武藤圭司さんとか60歳で<や>まあもう引退しますけどめちゃめちゃいまだに活躍されてますし、ね、なんかそういう意味で言うと老,人老害の以前に老人の定義がちょっと変わってきてるんじゃないかなという自分で老人年取ったなって思う時あります僕実はね、うんあのー 自分分の気分は30歳ぐらいなんだよ30歳、うん、めちゃめちゃ若いじゃないですか今だって毎週テニスやってるしねそれでランニングも月5 0キロやってるしさ、うん、だから自分でやっぱり年取ったって感じはないんだよね、うん、でもなんか僕「老害」っていう言葉というか、うん、その一番の本質的な問題って自分のことが正しい、うん、自分の方が、うん こう若い人よりも正しい答えを知っているっていう思い込みにあると思っていてまさにその前半で話していた、うん、勝のの反対にいるのが老害だと思うんですよ、うんうん、でそれは何でかっていうとその人間って当然ですけど経験を積めば積むほどレファレンスが増えていくので、うん、正しい判断をすることがすごくこうしやすくなっていくと思うじゃないですか。うんうん、でもその例えば じゃあその時代にスマホってあったの、うん、じゃあその時代に、えー、男性と女性の価値ってその平等だよそして男性と女性ではない性別もあるんだよっていうことって知ってたんだっけ、うんうん、とか。 あらゆる認識とかテクノロジーとか常識が変わっていく中で、うんうん、過去の経験が多い方が正しい答えを出せるとは限らないっていう社会になってきてると思うんですよ。そうなったときにこう今の社会の新しい考え方今の社会の新しい答えの出し方を受け入れる体制があるのかないのかで老害って決まるんじゃないかなって気がしていて。 一般的なことで言えば柔軟性だけどやっぱり基本的には好奇心の泉が常に尽きていないっていうことだと思うの、ねうん、え、LGBT って何あ、こういうのが LGBT っていえば新しいことが好奇心として分かっていくってことでしょ。 好奇心があって新しいものを知るということとなおかつ自分の時代にはなかったものをフラットに受け入れる力があるかこの間僕さ1年半前にテスラ買ったんだよ。それでさ EV 出てきたからおもしれえじゃあ買ってみようかってこうなるわけよねそしたらさハイブリッド車がいいってやつが自動車評論家やたらにいるわけよ。お前さテスラ乗ってみろよってさまだ乗るわけよね僕はすぐ。運転してみるるわけそうすと なんだハイブリッドって、はい、結局ガラケーにアイボードつけただけじゃねえかって、ね、テスラスマホじゃんはい、はい、っていうふうなことをはいはい、はい、みんんな気づくんですね、うん、そう言ってる若い評論家がさ、うん 反対のこと言うわけよ。ハ、うん、イブリッドが世界一だ。うんうん、お前ね、柔軟性ないねっていうふうになるわけね。そういうことでしょ。だから、から若くても柔軟性がなかったら、もうそれはもう老害になってしまう、うん。っていうか、やっぱり新しいものを受け入れる好奇心みたいなのが常にアップデートされていくわけでしょ。でも、そうなった時に、一個、これはその難しいポイントかもしれないですけど、うんうん、猪瀬さんって若い人の話を聞くイメージがあんまないっていうのは事実ですよね。 なんか僕も今日お会いして正直結構構えてたというかいや経験もあるしすごくタフないろんなことやってきた方が僕の話逆に聞いてくれるのかなっていう気持ちもちょっとあったんですよで今実際こうやってお会いしたらフラットにいろんな方の意見を聞いてそれあんまうまく伝ってないですよねそうだなどうしたらいいかねそれはさ僕ね忖度しないんで若い時も偉い人に その忖度しないで喋ってたわけね。だか忖度しないと。その肉あって笑って入っていかないとこあるんで。普通の顔して入ってから。だから、あの、なんか、おいがつかなと思われちゃうっいうところあるよね。なんか、でも、こう、昭和平成の、まあ、特に昭和かな、その。偉い人とか、業界のボスみたいな人の。こう、と、今の若い人の、まあ、頑張っている人の一番違いって。 見栄とか、うん、その順番とかを気にするかってやっぱめちゃくちゃあると思うんですよ。うん、その例えば、えー、あるプロジェクトを通すときに。うん 直接的にはその人に関係ないんだけれどもその人に紹介してもらったとしたら誰々さんに今度ちょっとご挨拶しようと思うんですけどいいですかって一言入れるみたいな順番とか格式とか見えみたいな目に見えないルールをすごい大事にする文化ってあると思ってて僕はそれは全部否定するつもりはないんですよでも今の若い人たちってそれをすごく無駄だったりスピードを落とすための問題だと思ってると思うんですけど猪瀬さんってそういうものってどう思います僕はだから割と 面倒くさいから要するに好奇心に対して即答えが欲しいっていうことがあるので形式的なものをっばしとこあるよねそれはもう猪瀬さん自身がそういった形式的なものをすっ飛ばして生きてきたっていうか間に合わないからさやることが急いでるからたくさんのことやらなきゃいけないから面倒くさいことはすっ飛ばしちゃうよねそういう意味では猪瀬さん自身が老害であるっていうところを結構ぶっ壊してやってきたっていう自覚があるってことですね でも、森の,の瀬さんが今老害だと思われてるから。で、お前、まあ、リンネとか、それなんだから。うん、あの、要するに一般的なイメージだけで、捉えられてるところがあるよね。だから、そういう。うん、でも、実際には、あの、話せばわかるようなことだよね。まあ、なんだろうね、それはね、メディアの問題でもあるよね。なんか、でも、本当に、こう、やっぱ。 おらついてるとか、こうネガティブな感じとか、やっぱ結構ありますもんね。そのメディアに対してもそんなこと答える必要ないんだよっていう感じだったりとか、よく言っちゃうから。よく言いますよね。だってあんまりバカな質問するからお前バカじゃないのって言っちゃうからね。それはない聞けないんですよ。大人ですから。だからあんまり成長してないんだけどそういうところはさ。あとあのまあ今日この話もしなきゃいけないと思うんですけど、その当時選挙出たときにあのセクハラで。 っていう動画が出て結構まあ批判されたじゃないですか。あれも今裁判中でしたっけ？そうだから朝日新聞を提訴したけどね。訴えたけどね。ひどい話なんだよそれはさ。吉祥寺だかどっかでまあ小池田君が演説したり俺が演説したりやるんだけど、それ恵比寿ゆきさんが三人のあの東京選挙区の立候補者でで恵比寿ゆきさんの応援に行ったわけよ。そこで小池田が演説して次に僕が演説してそして 恵比寿ゆきさんに恵比が候補者ですよね。そうそうそう。応援に行ったわけ。で恵比寿ゆきさんは20年前にあのスノボーのチャンピオンになってると。あそうなんですか。でスノボがでスノボがまだ有名じゃない時代にスノボーのチャンピオンになってると。それつうパイオニアだった。ベンチャーだと発想がでそれでこの間あの北京オリンピックで。 平野歩夢が金メダル取ったわけははいいそのタイミングでで金メダル取ってから何ヶ月後だからこないだってだから平野歩夢が金メダル取ったんだはい。こういう海老沢行きみたいな人がいるから平野歩夢が出てくれたんだよとそこでお名前を呼び間違えちゃったんですねでそうそうそれで海老沢平野歩夢やって言ってあ間違えて海老沢行きやってポンポンってやってあげそしたらそれが15秒の切り抜き動画で。 こうやってるとこうポンポンってやってるのが触こうやって触ってるとでタスキタタスキのところを名前タスキここでポンポンエビさんエビが平野歩夢って呼んじゃったけどこの名前だよねっていうタッチだったんですね。はい。っていうことだね。はい。それを15秒の切り取り動画でセクハラだとものの見事にセクハラ動画になってましたね。そうなの。でこっちから見るとこうやってあの 完全にに押しててるる感じに見えるわけはい、はい、ででポポンポンってやっやただ,けだ、はい、で気持ち悪いとかそうやられちゃって、はいはい、スポーツのチームみたいな感じなあ選挙っていうのはね団体戦ですからね、うん、だからスポーツのチームでポンポンってやるのは別にさ、うん、何ともないわけ、うん、でそれをそこでは切り取られたりと、うん、でもこれねわかりました、うん、これね猪瀬さんあのー、今の時代ならではだと思うんですけど、うん まず猪瀬さんはめっちゃ若いと思います。僕。あの、こうやって話してみて、マインドも若いし、体力もみなぎってるし。老害じゃない部分があると思います。だが。多くの人から見た時に、他人から見た時の、こう存在感としては、やっぱ圧倒的におじさんなんですよね。だから、自分が思ってる以上に、自分がやってることはキモいと思った方がいいかもしれないです。僕も、あの、常々思ってるんですけど、あの、僕今三十九歳で。 自分では結構まだだままさに猪瀬さんが今76歳で30代の気持ちいる以上に僕今39歳で16歳くらいの気持ちなんですよ。それで生きていくないと思うんですよ、自意識として。だが、はたから見るとどうしようもなく76歳の政治家と39歳の経営者なんですよね。その自意識としての若さと社会存在としてのでかさ、重さ。 いいがが釣り合ってなのの今社会だと思うんですよじゃあ僕ね言ってること分かるけど社会一般論の問題じゃないと思うよつまりそれをやっぱり広げたのは政治だからそれを意図的にやった人たちがいたってことよねそれを拡散していったそれが怖いってことを言ってるわけで問題はそこにないと思うそれはだからまああなたの意見はそれいいけれども問題はそうじゃなくてメディアのの本質問題だだと思うんよもうちょっと教えてください。 それポンポンとやってるのは前後を見ればあそあまあまあそれはそう15秒を切り抜いてるっていうのは明らかに意図的な情報操作なわけですよ。それを見破れなきゃいけないんでそれを朝日新聞が意図的な情報操作の15秒についてこれはセクハラですって報道したわけ。でそこが問題なんだよ。うん つまりそ,そ,のそ,、ね、そこが問題で今のあなたのは一般論は別に否定しないけどそういう問題でやっていくと、うん、あのネットっぽくなっていっちゃうんで、うん、今の話すごい面白いですねその多分2つの問題があって、うん、まずこれから先政治家とかタレントとか表に出る人間は、うん、あの絶対的に 過去とととと瞬間と向き合わないといけないいいけことがありますよ、ねうん、あの例えば今この瞬間こういう話をしていても切り取られて例えばこう朝日新聞を批判したみたいな多分僕朝日新聞さんって GO のクライアントなんで、うん、あの僕はすごくお世話になってるんですけどもあのここの部分だけ切り取られたらこう朝日新聞をすごい批判した、うん、まあ今猪瀬さんとしては今戦われてる部分だと思うんですけど。うん、でもその あらゆる活動あらゆるこう映像とか記録が切り取られてどこかで使われてしまうっていう恐怖と戦っていかないといけないっていうのはありますよね。うん、で、これを社会全体で切り抜いたりとかその公平を持って判断しろっていうことをこう発信していくことはめちゃくちゃ必要だと思うんですよ。だからこれから先猪瀬さんはもう世の中で最も切り抜きの恐怖を知ってる言論人として切り抜きによって惑わされない。 切り抜くメディアは良くないし切り抜きによって惑わされる消費者視聴者も良くないよということを言っていかないといけないんじゃないですか、うん、まあその通りだと思うのでだから文脈なしでやってくるから、はい、ただね、はい、問題はだからだから今回の場合も朝日新聞がセクハラ疑惑ってやって、はい、そういうふうな問題の立て方をしてある女性の大学教授に、はい「 そのこれは完全なセクハラですってコメントを掲載したわけねその時にデスクが判断しなかったってことだと思うんで、うん、そこをね、うん、そのコメントをそのままだってそのなんとか大学の教授,、うん、教授はさ現場見たわけじゃないし、うん、15秒の切り取りから多分ね判断して、うん、これはセク完全なセクハラですって言ってるわけで、ね、見てて見た人がこうなってたからセクハラですって言ったら、うん、何だってセクハラになっちゃうからね。うんうん、で海老沢由紀さんは、うん その私は触られた記憶もないって言ってるわけだから実際そのまま流れていくわけで物語は行動ですからね行動でせきわわするけけがないわけだよねから簡単に言えば石が流れて木の葉が沈むっていうその要するに道理が合わない例えですよそれが起きているのに日本のジャーナリズムはそれを何ともしなかったということなんだよね。 あその時って、まあ、海老沢さん,さんも,もちろんですけど、うん、あの周りから猪瀬さんそんなことしないっていう応援の声って上がったんですかいやそれは、うん、あのネットでそれは違うだろうっていうのはあったかもしれないけども、うん、いわゆるばって炎上する方の勢いが一かったけ、ねうんまあ、ネガティブな話題もありましたあの動画やっぱ。うん ちょっとやってるなって感じしちゃいますもんね。あの動画だけ切り抜きで見ちゃうと。と、うん、だから、それ切り抜きだからね。だから、それは。でもさ、それ,、はい、それ切り抜きでしちゃうそう見えちゃうというけど。うん、行動でやるわけないだろっていうのは、まず前提だよ。普通に考えたら。うんうん、そんなところでやってどうするの、ということでしょうん。<か> <laughs> でもあれ、ありえないわけよそれは。実際、あれ動画が出て、どう思いました、自分で。うん、やっちゃったなって思いました。やっぱいや、全く思ってないよ。僕、この間。 あのテレビで「ミスターサンデー」っていう番組に出て,て、うん、あて、のー、韓国のイテウォンの、うんあのー、痛ましい事件があったじゃないですか、うん、人が押しあのこう詰めかけて何人か亡くなってしまう、うん、でその時にその番組の司会の方が、うん、こんな狭い空間にものすごい人が詰めかけたんですよって言った瞬間、うん、僕、そのイメージを想像しちゃって、うん、人が亡くなってしまった痛ましい事件であるにもかかわらず。うんうん ちちょっっっと笑っちゃったんですよ、うん、こんな狭い空間にふふって言って、うんうん、でそれが結構ツイッターですごくこう、うん、拡散してしまってその笑っ,って笑ってるところがうん、うん、で僕でもそれ言った瞬間やっちゃったなと思ったんですよ、うん、でまあ実際ものの見事にまあそんなでもないですよその猪瀬さんの話に比べたら全然大したことないんじゃないんですけど、うん、いやそれだからネットっていうのはまあ出たんですよそういう反応をすると思うんですよね。 インターネットというものがある以上、ネガティブな動きを切り抜かれて拡散されてしまうっていうことの。なんていうか、リスクはもう考えながら生きていかないといけない時代になっちゃってますよね。うん、た,ただね、そ,れはい、その通りだと思うよ、だから。うん、まずは大事なのは。うん、あの。公式のメディアか、ネットかっての違うんだよね。うん、つまり、そのテレビには BPO っていうのがあって。はい、はい、はい、そうですね。で、うん、あの、明らかに間違ったことを言った場合には。うんうん それは審査の対象になって取り消さなきゃいけないんですよ。ですよですからそこはやっぱりね公式な公共の電波と、うん、あのネットは違うんですよ。今回の問題は僕ネットが騒いだのはしょうがないと思ってるんですがただ何で騒いだかっていうと公共のメディアである新聞やテレビ、うん、特に新聞がそれを。と 権威のある朝日新聞がそれを正当化したというか認知したということが大きいですよまあでもそこの正直裁判で争う部分だと思っていて、うん、あの多分インターネット上においては多分新聞テレビの報道多分あんまり関係なくてやっぱり彼らはそのそくよくも悪くも攻撃したい対象を見つけてるそ,そうだけど権威というものが必要なんでもここで一番問題なのは、うん、猪瀬さんが権威だったことですね。 やっぱり猪瀬さんみたいな強くて偉くて有名な人がやったっていうところにあの事件あの動画の面白さがやっぱりあってあれが無名の普通のおじさんはや,やっぱりダメでここがやっぱりさっきもずっと話してた猪瀬直樹が誤解されてることでそれの本質にあるのは圧倒的な権威であるっていうことはもう否めない事実としてあるんですよね。だからある意味で言うとその 自分は若いつもりでいるし自分はまだまだチャレンジャーのつもりで実際いろんなチャレンジされていると思うんですけれども多くのチャレンジャー多くの若い人にとって倒すべき存在壁、敵巨大なもの黒幕そっち側にいると思われてしまっているし計らず、もうそうなってしまって,るっている、ねまあ、それはあれですねあの意図して攻撃したということが出発点ですからどこかの党派がですね。 ですからやっぱりそれはある種の,、まあ、あ,のあまり使いたくない言葉だけど陰謀が入ってるんで、うん、必ずしも一般論で整理すべきじゃないいと思いますよ、うん、まあまあまあ、うん、と思いつつやっぱねこれね猪瀬さんね主人公だと思ったらいつの間にかラスボスになってた問題っていう、うん、<laughs> 猪瀬さん自身はまだまだこうチャレンジャーだし自分の物語の主人公としていろんなことを変えていこうと思って生きてるんだけど気が付いたらいろんなことをる、うんだけど気がいたらいろんなことを こう背負った権力側いろんなことをこうなんていうのかな変えさせない側にいると思われてる主人公から気が付いたラスボスになってしまった人ですじゃどどうううししししたらいいいしましょうねねこここ難しいところです、ね、主人公が気が付いたラスボスになってしまった時に物語はどう展開していくのかっていうことを考えないといけないですね。うん、だそれどう考える多分 もう一回学ぶみたいなことは結構あると思いますね。猪瀬さんって今勉強してることってあります勉強しててることっていうのは例えば勉強っていうのはやっぱり好奇心があるので、うん、新しいもの例えば、うん、あのこの間僕ちょっとネットで一言打ったんだけど、うん、スクールあのなんだっけあれスクールだとかってこれ間言ってたでしょあの新しい学校の。うん リーダー、リーダーズ、あれ僕ネットで売ったんだけど、これってちょっと寺山修司っぽいねと、ですぐ天井掃除機的な、それちょっと調べたら暗黒武斗の流れを意識してるって書いてあるだけあとのおやさん暗黒武斗やってたって聞いてるって書いてますね。だからそういうことをあこれなんだろうっていうふうにある好奇心があれば。 それはは全然あのラスボスボででないすね、うん、だ,からだから挑戦と学びがやっぱ必要だと思ってて、うん、僕、それこそ新しい学校のリーダーズの子たちに何かを学びに行くとか井上さんって今教える、与える、うん、ふ立ち塞がる側じゃないですかなんか今日、こうやって僕と話しているのもあると思うんですけど、うんうん、なんか僕らもっと若い20代、30代の子たちに何か学びに行くみたいな連載とかコンテンツやってもいいんじゃないですか。それはいいと思うね、はいだから そうやって入ってくるものはねパッと反応してるんだけど、うんうん、まあ新しいものをどん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 積極的に意図的にやる必要あるけどねうん、うん、なんかあのマラソンされてたじゃないですか、うん、あれっていつでしたっけあれはねだから65歳の時に65歳の時にフルマラソン走ってるんですよねうんあの時にさ僕64歳の時に、はい、糖尿病の 数字がた60歳から副知事やってるからもう一生懸命仕事やって、はい、石原さんのためにしか来ないからさ、はい、僕はやってるわけ、いろんなことそしたらさ太ってきちゃってさ<う>それでさちょっとランニングデビしようかと思って僕はね中学の運動会の時に、はい、あのマラソンの ところみんなちょうどアベベがローマオリンピックで優勝したばかりのころで誰も知らないです僕ギリ想像できますけどまみんな多分 a b e みたいな話の話ね走られたそれあったんでそれで僕は中学の運動会でさやりたいって言って手挙げて300人ぐらいの学校で100人ぐらい手挙げたんでそしたらいきなり上り坂でさ帰ってきた時にはもう100人中90番ぐらいでさ もう他の競技始まってるわけよ、はい、でもそれ以来屈辱で俺は向いてないと思ってたんだよねめちゃめちゃ若い時の屈辱今でも覚えてるんです、ね、だからいや、うん、それでもう歩くのも面倒くさいし満員電車乗るのも嫌だから、はい、そう思って大体いい2つ3つ信号あったらタクシー乗ってたからさそれが急によしやってみようと思って、うんうん、もうその東京マラソンで走りきった猪瀬さんを石原さんが迎えて よよく帰っっってててきたた泣いいいいうのののはこれ本の中のいい話ですよね僕の仕事企画の師匠で、うん、放送作家の鈴木治さんって方がいて、うん、この人今50歳なんですけど、うん、50歳を記念にラップを学ぶって言って、うん、結構有名なラッパーに、うん、ラップを教えてもらうのを YouTube でやってるんですよ。なる,ほどなるほどなんか、まあ、別に何でもいいと思うんですけど中国語でもあの物理学でもなんか今の76歳の猪瀬さんが何かを学ぶっていうのを YouTube とか TikTok とかで配信して若い人に76歳でも新しいことを学べるんだぜこんなに素晴らしいことないんだぜっていうことを発信していくのはめちゃくちゃいいと思うんですよね。あのねそれちょっと怒られたりとか全然違うよって言われたりとかしてあそうっすかとか言ってまあねだから今の,ラあのああマラソンもさ中学の時から50年ぶりにやったんだけどね、はい、だからそれはやっぱり新しいものは考えればいいとは思うけどね。76歳で学ぶ学ぶび チャレンジする猪瀬さん頑張れ猪瀬くん猪瀬くんでいいんじゃないですか別に全然構わないよそれは猪瀬さんって奥さんになんて言われてんですか奥さんに直ちゃん直ちゃんとか直ちゃんって言われてるんですよねやっぱ頑張れ直ちゃんじゃないですかここはもうまあそうだけどそうだったんですねこれだってさやって書いててさ国会で質問したりしたら時間なかったけどなあまそれだけでもとにかくものすごい時間とってるからね だから何でも新しいことをやってみようと思ってだから今回だって三浦って面白いじゃないかって来たわけだからどうでした期待面白いよだからおやじが暗黒武道だっていうしさそういうのはだから当時面白いと思ってたからさ俺はやんないよと思ったけどね他のことあるからさ今、一番学びたいことなんですかラップでもいいしダンスでもいいし外国語ででもいいすし外国語はやめたねだから今学ぶっていうのはやっぱりちょっとあれだな。 とりあえず今ほっとしてるとこだよね。これ終わってね。だからこれ終わってこれっと残って。ちょっとだけど維新もあるからさ。維新のあの今度の予算委員会の質問をなんかやらなきゃいけないと思ってるんで、それのちょっとかなり掘り下げをやらなきゃいけないと思ってる。それ分野的にはなんなんですか？農業農業とかいろいろあるじゃないですか？いやね、ここなんだけど、あの貿易上げるって言ってるでしょ。ね、財源どうするのと。それからあの少子化対策の。 財源どうするのっていうことを考えてて猪瀬さんがどうやったら少子化対策を、うん、少子化を食い止められるかを20代30代10代の今のめっちゃ若い研究者とか、うん、作家とかセクシー女優とかタレントさんとかいろんな人に聞きに行く、うん、ストップ少子化。うん 頑張れ猪瀬んみたいな。企画をやっていくっていうのは。それはだから、考えてくれればやる。いいじゃないですか。ちょっとそんな企画をちょっと考えますよ。やっぱ勝ちビンランがなきゃ、子供生まれないよ。なんか下ネタですか。いや、それなくて、そういう意味じゃなくて、ほら。新しい人と出会っていくには、勝ちビンランがないと、ダメだから。同じ人とばっか付き合ってたら、ダメなんで。そういう意味では、基本的には、この。 石原さん面白かったんだけどね勝ち貧乏っていうのは、うん、だからそういうことだと思うけどねいや面白かったなぁっていうかそれこそほら石原さんに僕が「いやほんとにね日本を頼むっていう人に出会っていきたいんであと託したいんだよね昔ね NHK のさ20年以上前だけど 踊り場って面にやった時僕はさ、そこ行ってさぐちゃぐちゃ言ってるからねお前ら勉強して出直しこいって言ったのねだから老害って言われるいや、そうじゃなくてそうじゃないよ壁になるやつがいなきゃだめなのよあそうそれでねその当時出てた人がみんなねあの、いやあなた方の言うとおりでさらなの言うとりってやってるわけ何を言ってんだと思ったのねそこは大事なとこであの、ちゃんと戦ってこいよと戦ってきたら俺も 対等にやるよっていう感じなんだよね。そこがさ大事で、うんうん。はい、じゃあ行きましょう。今日のまとめです。まあ皆さん、皆さんも76年来てきて気づけば主人公からこうラスボスになってしまったっていうところラスボスって何なんなのラスボスはですよ。あの最後に出てくる壁です。壁。敵の黒幕です。倒されるべき巨大な存在だ、うん、ったら倒しに来いよみたい,こといなと。 これがラスボスボになっっちゃったんで実力ないと倒せないぞそうそう,いうわけでそんなわけで猪瀬直樹76歳のリブランディング企画としてじゃんまあ人生100年時代のリスキリング企画頑張れ猪瀬君76 <laughs> ということですねそれで日本の少子化を食い止めるために猪瀬君76歳が10代20代の学者インフルエンサータレントの皆さんに恥も外文もなくいろんなことを学びに行く YouTube 企画、うん、というのをちょっとリモートで検討してみてもらえると 今回の物語が次に続くんじゃないかなと思いますあんたのまとめたねありがとうございましたいやいや、こちらからありがとうございまし